こんにちは、粟田洋介です。昨日久しぶりに電車乗ったんですけど、結構長い道のりで、このスケッチブックに何枚か絵を描きました。で、この描いた絵をもとに、アクリル絵の具でこのキャンバスに絵を描いていこうと思います。なんか意識的に考えすぎると、私の場合はなんかいい絵が描けないような気がします。で、電車の中で絵を描いてて思ったんですけど、考えすぎない頭を作るのに電車の中で絵を描くっていうのは役立つこともあるんじゃないかなと思ったので、ちょっとその話もしていきたいと思います。で、昨日はちょっと用事があって長い時間電車に乗ったんですけど、久しぶりに都会に行ったついでに初めて使うメーカーの白の絵の具を買ってきました。で、この安い大きい絵の具も切らせてて、なのでこういうのを買おうと思ったんですけど、こういう大きいのは全部売り切れてて、これはこれの半分の量しか入ってないんですけど、でも結構十分いっぱい入ってるんで、まあ早速これを使って、で、このキャンバスも昨日買ったので、早速この2つを使って絵を描いていこうと思います。すごい厚塗りしたので乾くのにすごい時間がかかると思うんですけど、今日は天気がいいので外に出しておけば結構早く乾くんじゃないかと思います。で、電車の中で絵を描くことは無意識に絵を描く練習になるって言ったんですけど、電車ってすごい揺れるんですよね。なのですごい描きづらいんです。細かいことにあんまり気にしすぎるっていうのも、意識しすぎて頭が固くなるような気が私はするんですが、もう揺れてると絵も思ったように描けなかったりします。スーっていう線もプル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 手が震えてるんじゃなくて、電車が揺れてるので、まあこういうボールペンで描いてるんですけど、線画のこの線がね、手が震えてるみたいになっちゃって描けてます。でもこういう風に震えてるのも面白いんだぐらいに描いて、まあこのぐらい描けてればいいやみたいな大雑把な考えができるようになると思います。それの何がいいかっていうと、人によっては良くないことかもしれないんですけど、私の場合はなんかすごいリラックスして絵を描いた方がいいアイデアが出てきます。それで昨日は一回も座ることができなかったんですけど、立った状態で結構ドアのところに寄っかかって描いてると結構楽に描けるんですけど、もうそれもないところで描くとまっすぐ立ってるのも大変な状態なので、絵を描いてしかも動画を撮りながら描いてるとろくに手元が見えてないんですよねでもまあいっかって感じで絵を描いちゃっています。結構絵の具で描くときも構成とか考えるんですけど、なんか全体とかそんな確認しないでバン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 描いていっちゃうこともあります。で、たまに確認するんですけど、そんなに一筆一筆あんまり考えてたらリラックスできないんで、リラックスしてないといいアイデアが出ないってさっき言ったんですけど、絵なんて6スプ見ないで描いたっていいやぐらいな感じで絵を描いた方がうまくいったりすることもあります。まあこんな風にしながら描いて、失敗が失敗じゃなくなって、でも多分無意識にはフルに頭は働いてると思うんですよね。そんな感じで絵を描くことができるので、揺れた電車の中で描くことはとてもいい絵を描く練習になるんじゃないかと思います。揺れる電車の中で絵を描くことは、揺れた中でもうまく描くっていう意味じゃなくて、もう線がこんなになったっていいやってぐらいの気持ちをそういう風にしていく練習になるんだと昨日私はそう思いました。
今私はそういうことないんですけど、かなり昔は絵を描くには2時間とかまとまった時間がないと描けないって思ってたことがあります。なぜなら絵を描くモードに持っていくにはある程度時間が必要で、夢中になって我を忘れて描くような、そんな時間がないと絵を描けないって思ってたことがあります。でも時間は少しでもあれば絵を途中まで描くことができます。なので絵の具で描くときも10分もあれば描く準備をして絵を描いて、で10分経ったら続きがまた時間が取れるときにみたいな感じで、ちょっとの時間を無駄にしないで絵を描くことができます。電車で絵を描くことと何が関係あるかっていうと、電車っていうのは人の乗り降りがあったりとか公共の場所ですので、ただ絵を描くことだけに集中するっていうのも難しいことです。人がぶつかってくるかもしれないし、時間を忘れてなんか描いていると自分が降りる駅を通過して降り損ねてしまうことがあるかもしれません。実際に結構私もそういうことやっちゃうんですけど、なので絵を描くスイッチをパッと入れて絵を描いて、何かあったらすぐ絵を描くスイッチをオフにして、またオンにして、オフにしてって感じで頭の切り替えをしながら絵を描かなければなりません。でも結構電車に乗って絵を描くとそれができてしまいます。なんでかちょっとわかんないけど、もしかするとその絵を描くスイッチがオンになった時にすごい集中することができるのかもしれませんね。それが1分かもしれないし、10秒かもしれないし、5秒かもしれません。もしかするとそんなガーって集中しなければならないんじゃなくて、そんな軽い気持ちでも絵が描けるようになっているから描けるのかもしれません。ちょっとなんだか理由はわからないんですけど、なんかちょっとの時間を利用して絵を描こうっていう気持ちになることができるんじゃないかなと思います。これはかなり前に私が持ってた問題なんですけど、電車で絵を描くってすごく人目が気になって嫌だなって思ってたことがあります。今でもちょっと嫌だなと思う時あるんですけど、今の日本では人が何をやってるかを気にしている人なんてほとんどいません。人目なんてないんです。だから全然気にしないで電車で絵を描くことができます。もし誰かが見てたとしたらどうでしょう。そんな時は見せびらかせばいいんです。そうすると結構自信がついてくるんですけど、本当に気にして見ている人なんてほとんどいません。電車が揺れて描きづらいっていう話をした時に、線が曲がってもろくに見ないで描いてもいいみたいなことを言ったんですが、それは雑に描くことがいいことだと言ってるわけじゃなくて、まあ雑な感じが作風だったら別なんですけど、丁寧に仕上げるっていうことも大事だと思います。でも考えすぎることによってアイデアが出てこないとか、自分が受け入れられないほどの完璧主義になって筆が進まないとかってならないように、いい意味でリラックスして絵を描くためのいい加減さという意味です。
それから電車は気が散りやすいって話をしたんですが、落ち着いた状態でまとまった時間があるときは、時を忘れ絵を描くことに没頭するっていうのは素晴らしいことだと思います。なので言いたかったのはリラックスして、そんでまあ時間が短かったとしてもその時間の間に絵を描くこともできるという意味です。ただ電車に長く乗ってるとすごく退屈なので、絵を描いてるとその苦痛な時間が楽しくなります。ではこんな感じの絵が完成しました。タイトルは土の中の人の顔です。電車で描いた絵と比べてこんな感じです。このお花とこのこういう部分ですね、この部分、あと全体のなんか構図がちょっとっていうかかなり似ていますが、違う絵になりました。違う絵にしましたでさっき言ったことと真逆で、最後は自分なりに丁寧に、そして時間を忘れて仕上げました。でもちょっと人の基準とかわかんないんですけど、多分多くの人の雑とか丁寧の基準からすると結構雑だと思うんですが、その雑なところも自分の個性だと思ってて、すごい几帳面な人はきちっとやるのが普通だし、大雑把な人にとっては大雑把にやるのが普通だし、それは元々の性格とか性質とかで、きちんとしたのも大雑把なのもそれぞれの違う良さがあって、その自分の心地いいやり方っていうか自分のやりやすいやり方、そういう方法で表現しているということが、人それぞれの作風に個性が出る理由の一つなんじゃないかなと思います。で、画材屋さんでさっきの白とあとブラックジェストと、今回小さいブラックジェストですね、あとこのキーペン2個買ったんですけど、もっと買いたかったんですけど、とにかくいろんなものが売り切れてて、たくさん買いたいものが売り切れていました。あとこのキャンバスの他にこの小さいキャンバスをいくつか買ってきました。というわけで今回の動画は以上です。この動画が良かったと思った方はグッドボタン、チャンネル登録、それからコメントなどいただけるとありがたいです。最後までご覧いただきありがとうございます。また次回お目にかかりましょう。さようなら。